巨人阪神伝統の一戦の3戦目、ジャイアンツ先発はサンチェスでした。いきなり近本が先頭バッターホームラン、開幕第3戦に続いてサンチェスから先頭バッターホームランを放っています。そしてなおも満塁としてヨーカは押し出しのフォアボールで2点目、2対0、連敗で迎えたタイガースが先制します。なおもランナーがいたところ、これ守備妨害ということでヨーカはアウト。初回は2点で終えていますタイガース。タイガースの先発はエース西。先週の広島戦で完封勝利を挙げて東京ドームに乗り込んできました。2回の表、4番サンズ。ツーアウト2塁1塁からセンターへ、2塁ランナーホームイン。そしてこの丸から吉川尚輝への送球が乱れる間にもう1点入りまして4対0。なおも2アウト2塁で5番の大山、松原追いかけましたが及ばず、ライトへのタイムリーヒットで5対0。回は6回です。近本2番手の桜井から今日2本目のホームラン、6対0とします。さらにはついにこの男が東京ドームでホームランを放ちました、ボーア。なかなか東京ドームの巨人戦で打てなかったボーアにホームラン、7対0。ゼロ更新積み重ねた西、見事なピッチングが続いていきました。そして9回、ピッチャーは田中豊樹に代わっていましたが、ピッチャーの西、点差大きく開いているところでもバットを出して打っていきました。これを相手の田中俊太のエラーを誘いまして8対0。なおもこの打球、田中がこぼして一塁に投げましたがこれもエラー、9対0。さらには梅野に代わって途中出場のキャッチャー坂本誠志郎、タイムリーが出まして10対0。これでも終わらず江越の犠牲フライ、これで11点目が入りました。大量リードに守られながら西勇輝、見事自身初の2試合連続完封勝利を挙げています。試合終了でございます。ご覧いただきましたように本日の試合は11対0でタイガースが勝ちました。